それでは今回は2級建築施工管理士の学科試験、平成29年問3番前期について解説していきたいと思います。色に関する記述として最も不適当なものはどれかという問題です。まず1番、一般に明度と彩度は高いほど派手に感じられる。このまず明度というのは色の明るさの度合いを示しております。まあ、このここに書いてあるんですけども、黒から白へ行く過程、白から黒へ行く過程のことを表しています。またこの彩度というのは色の鮮やかさを示しています。この黒から白に行く間に、色がたくさん出てきます。まあ、10色ぐらいあるんですけども、その際にまあこの赤とか青とか色があるんですけども、これがどんどんこうこっちに逆の、まあ、軸で言うとあれですね、 X 軸の方にどんどん傾いていくと、最終的にもうすごい鮮やかな際立った、青色になるということですね。このマックスで色合いが鮮やかな色のことを純色というんですけども、この色の鮮やか度合いを示すのがこの彩度というものです。この明度と彩度が高いほど派手に感じられる、これはですね合っております。これも感覚値の問題なんですけども、まあどう考えてもこの薄いとか暗い色よりもこの立派な、まあ、純色の方の方が派手に見えると思いますし、これに関しては、まあ、一般的にもこれはまあ人の目から見ても鮮やかに感じられると思うので、この1番というのは合っております。そして2番、純色とは各色相の中で最も明度の高い色を言う。この色相というのは、まあ、色のある色、まあ、ちょっと覚えにくいんですけど、まあ、色がある色ですね。例えば赤とか青とか黄色とか緑とか紫とか、まあ、色がある色を言うんですけども、色のない色に関してはちょっと3番で出てくる無彩色というものなんですけども、黒とか灰色とか白、この黒から白に移り変わったり、白から黒に移り変わって何も色がないことを無彩色というんですけども、まあ色がある色のことを今回は言っております。の中で最も明度の高いものを言うと言っているんですけども、この純色っていうのはこの彩度ですね、彩度が一番もう X 軸で一番端に来た時、この色のことを純色と言います。今回問われているのは明度の高い色なので、明度が高ければ高いほど白色になります。なので今回この2番の問題は間違っています。そして3番、無彩色とは色味を持たない明度だけを持つ色を言う。これは合っております。無彩色というのは黒とか灰色とか白色のことを言います。そして4番、色の温度感覚には暖色や寒色とそれらに属さない中性色がある。これも結論から言うと合っております。この上に書いてあるんですけども、暖色というものがあります。これは赤とかオレンジとか黄色のことを言います。浸出色といって寒色や中性色と同じ位置にあっても浸出して、まあ、見える色なので、まあ、浸出色と言われています。あとはですね、寒色という色もあります。これは青紫であったり青とか水色、まあ寒い色ですね。これは浸出色に比べて後ろに見えてしまうということですね。あとは中性色といって、まあ、その他に属さないものなんですけども、黄緑、緑、赤紫、紫などの色があります。まあ、この10色があるんですけども、この中にまあ暖色と寒色、そして中性色、この3つに分かれていますよっていうことを今回言っているので、この4番は合っております。以上のことから今回の問題は2番が間違っているので2番が答えです。